M20 機関銃を搭載した M151 プロテクタープロテクター RWS はノルウェーの防衛宇宙関連企業であるコングスベルグディフェンスエアロスペース社によって開発された RWS であるプロテクター RWS はコングスベルグディフェンス社によって開発された RWS である製造及び販売活動はコングスベルグディフェンス社のほか、 フランスのタレスグループでも行われている。プロテクター RWS にはいくつかのバリエーションが存在し、12.7mm 重機関銃、7.62mm 汎用機関銃、5.56mm 軽機関銃、40mm、グレネードランチャーといった多様な火器を搭載することが可能である。大型のモデルには FGM-148、 ジャベリン対戦車ミサイル、AGM-114 ヘルファイア対戦車ミサイルを搭載可能である。最初の量産型である M151 プロテクターは、ストライカー装甲車の標準装備として、アメリカ陸軍に採用された。また、オーストラリア軍のアスラブ PC、装甲兵員輸送車、カナダ軍の RG-31、タイチライ走行車にも搭載されている。 発展型の M153 プロテクターは、アメリカ軍の RWS 調達プログラムである、クローズの要求に応じ M151 を改良したもので、アメリカ軍にクローズ2として採用され、ハンビーや M1A2 セップフに各種、エンラップに搭載されている。アメリカ合衆国オーストラリア、カナダ、クロアチア、チェコ、フィンランド、フランス、アイルランド、ルクセンブルク、オランダ、ノルウェー。 ポルトガル、スロベニア、スイス、スウェーデン、イギリス。ありがとうございます。